はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマは特撮です。本日ご紹介するのはこちら、ウルトラマンタロウですね。のこちらの商品は、タケミという会社から放送当時に発売されていたソフビになります。ミニソフビではなくですね、これミドルソフビになると思います。だいたい大きさが15センチちょっとあるので、まあ、ミドルソフビかなと、ということだと思います。まずちょっとこの商品のね、特徴というか見てみたいと思います。まあ、なかなかね、当時物にしては、状態が良かったんですけども、ちょっとね、ここが曲がっちゃってますけどね。このまずこのお顔ですよね。いい顔してますね。ブルマークにも、ね、バンダイにもない。で、この目のね、この放射状のこの分ですね。これは、後に、ポピーのソフビに引き継がれたのかな、もしくは、かなと思いますね。はい。まあ、なんか特徴が、似てる感がありますね。はい。首の方は稼働しますね。首可動、手足、手の可動、あと腰可動、で、あとは、まあね、手のグローブだとか、ブーツね。そしてですね、ここに刻印があります。つぶらやプロ TBS となってますね。TBS と入ってるのは、珍しいのかなと思うんですけどね、あんまり見えないかなと思うんですけど、はい。で、足裏には、逆さまかな、こうですね。はい、見えますか。タケミとなってますね。タケミというメーカーですね。はい。その当時、他にも装備たくさんね、発売された会社のようです。はい。ね。味がありますよね。ウルトラホーンもね、しっかり作られてますしね。はい。ちょっとね、だいぶこう曲がっちゃってるみたいで、ビシッと出すかな、太郎、当たった、立ちましたという感じでですけどね、はい、手を挙げてますけど、はい、いい感じですね。まあ、他にもね、太郎の装備もあるんで、またご紹介しようかなと思うんですけども、このタケミさんのミドル装備、当時もの1973年、もしくは74年かと思います。放送当時ものです。はい。で、まあ、ウルトラマンタロウのお話ということをちょろっとね、しようかなと思うんですけども、まあ、ウルトラシリーズ第6弾ですよね。1973年から74年にかけて放送がありました。で、篠田三郎さんがね、扮するところの東光太郎が、まあ、その命をね、太郎と分け合い、合体して、そしてウルトラバッジのもと、ザット隊に入り、そして変身して、怪獣と戦っていったという、まあお話でしたよね。で、まあ言えば豪華版ですよね。それまでの、言えばお兄さんたちに当たる人たちね。まあ義兄弟と言われてますけれども、ゾフィー、ウルトラマン、ね、初代ウルトラマン、セブン、で、まあジャックという、まあその当時はね、帰ってきたウルトラマンですよね。そしてエース。そしてこの末っ子の太郎ということでね。まあ、一応、今現在の話ではどうも、公式には、ウルトラ父、そして母の実の子は、まあ、彼ということになっているようですけどもね。まあ、そのあたりですね、なんか古いいろんな本を見てると、そんな出生だったの?みたいな話もどうもいろいろあるみたいなんで、ちょっとその辺またいずれ紹介したいなと思います。はい。で、まあ、今のウルトラマン Z の一個前、ウルトラマンタイガの時にですね、まあ、俺がタイガのお父さんですよね。で、自分がその当時ね、こう、若気の至り的なですね、無鉄砲さがあって、若さがあって、ちょっと、やんちゃで、世間知らずで、みたいなところをね、お兄さんたちの、ウルトラご兄弟の方にですね、諭されて、っていうところがたくさんあるんですけど、それを、まあ、自分が学んで、自分も甘かったな、というところを持ってですね、
自分の息子を大河にいろいろこう指導するシーンっていうのはね、いいなって思いますよね。まあやっぱり受け継がれてねっていうところを見れたと思います。はい、本日はですね、たけみさんのウルトラマン太郎ミドルソフビのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。